ねえ、そのニュースを聞いたことがありますか？誰かが宝くじのジャックポットを獲得しました。なんてこと、それはすごい。勝ったの？いや、私じゃなかった。しかし、そのお金をすべて獲得することを想像してみてください。あなたはそれで何をしますか？考えさせてください。プライベートアイランドを買って、専属シェフを雇えば、もう料理はしなくていい。計画みたいだね。多分おしゃれなスポーツカーを買って世界中を旅するよ。チケットを買って一緒に来るのを忘れないでね。もちろん、一緒に大勝利を祝わなければなりません。待ちきれませんが、まだ興奮しすぎないようにしましょう。我々は何も勝っていない。うん、そうだね。でも夢を見るのは楽しいですよね。絶対に。宝くじを買って、運が変わるかどうか確かめた方がいいかもしれません。いい考えだ。やってみよう。もしかしたら、次の幸運な当選者は私たちかもしれません。指が交差した。しかし、宝くじに当選する確率はかなり低いことを忘れないでください。それは本当です。でも、結局誰かが勝たないといけませんよね。それは良い点です。また、ジャックポットを獲得できなくても、もっと小さな商品を獲得することはできます。まさに、少しでも助けになります。さらに、追加の現金を獲得するチャンスがあるのはいつでも楽しいです。合意。そして、何も勝てなくても、そのお金で何をするか想像して楽しむことができます。間違いなく。楽しみにしていて夢見るものがあるのはいいことです。それでは、宝くじを買って、夢を実現できるかどうか見てみましょう。計画みたいだね。もしかしたら、今度は私たちが幸運な人になるかもしれません。そう願おう。そして、勝てば、大勝利を祝う計画を立てなければなりません。その音が好きです。お金が私たちを変えないように、地に足がついたままでいることを忘れないようにしましょう。絶対に。お金で幸せを買うことはできませんが、人生をより快適にすることは間違いありません。それは本当です。それでは、その宝くじを買って、何が起こるか見てみましょう。もしかしたら、私たちが次の大勝ち者になるかもしれません。よし、チケットを買って運試しに行こう。もしかしたら、運が良ければジャックポットに当たるかもしれません。はい、行こう。でもその前に、勝ったら賞金を分割することに同意しましょうね。もちろん、それは公平なことです。しかし、もし数千ドルのような小さな賞金を獲得したらどうなるでしょうか？まだ分割すべきだと思いますが、50分の50ではないかもしれません。それぞれがチケットに費やした金額に基づいて分割できます。それは良い考えのように思えます。1ドルとかそんな小さな商品が当たらないといいんだが。はは、心配しないでください。たとえ大きな賞金を獲得できなくても、そのお金で何をするかを夢見て楽しい時間を過ごすことができます。それは本当です。そして、運が良ければ、話していた夢の休暇を取れるほど勝つことができるかもしれません。はい、それは素晴らしいでしょう。しかし、たとえ勝てなくても、いつでも一生懸命働いて自分たちで貯金することができます。絶対に。しかし、チャンスをつかんで宝くじで運試しをしても害はありませんよね。まさに。じゃあ、チケットを買ってどうなるか見てみよう。もしかしたら私たちが次の大勝ち者になるかもしれません。よし、やってみよう。指が交差した。でも、プレイしないと勝てないなんて言われるか知ってるでしょ？確かにそうだけど、虹の果てに金の壺が見つかる可能性は高いと思うよ。ああ、さあ、そんなに悲観的にならないでください。ポジティブシンキングの力を信じなければなりません。そうだね、私はもっと楽観的な態度を取るべきだ。瞑想を始めて、自分の大勝利を視覚化すべきかもしれません。歯は、あまり夢中にならないでください。でもね、試してみる価値はあります。多分それで勝つチャンスが増えるでしょう。さて、今から瞑想と視覚化を始めます。ドルサインとお金の袋が見えます。歯は、あなたはこれを少し真剣に受け止めすぎていると思います。しかし、私はあなたの熱意が好きです。そうですね。私のポジティブな雰囲気が幸運を引き寄せるかもしれません。そう願っています。しかし、たとえ当選しなくても、宝くじの興奮と大当選の可能性を楽しむことができます。それは本当です。そして、何も勝てなかったら、面白い話になってしまうかもしれません。母、それはいつでも可能です。しかし、前向きな姿勢を保ち、最善の結果を期待しましょう。私たちが次の大勝ち者になるかもしれないなんて。よし、チケットを買いに行って、どうなるか見てみよう。運が変わって、あっという間にハイライフを送れるかもしれません。歯は自分より先に進みすぎないようにしましょう。でもね、夢を見るのはいつも楽しいです。そうだね。そして、運が良ければ、仕事を辞めて贅沢な生活を送るのに十分な金額を稼ぐことができるかもしれません。ああ、それは夢が叶ったようですね。しかし、賞金に支払わなければならない税金を忘れないようにしましょう。ああ、いや、思い出させないで。アンクルサムはいつも私たちの収入から大きな部分を引き出す方法を持っています。歯は、それは本当です。でも、良い人生を送るにはまだたくさん残っていると思います。そうだね。そして、たとえ税金を払わなければならないとしても、少なくとも長い間お金の心配をする必要はありません。絶対に。しかし、自分より先に進みすぎないようにしましょう。まだ最初に宝くじに当選しなければなりません。それは本当です。でもね、あなたは決して知りません。多分今日は私たちの幸運な日です。私はあなたの楽観主義が好きです。よし、チケットを買ってどうなるか見てみよう。よし、やってみよう。もし勝てなかったとしても、少なくともそのお金で何をするか夢見て、試して楽しい時間を過ごしたと言えるでしょう。まさに。それでは、楽しんで、宝くじに当選するチャンスをつかみましょう。もしかしたら、運がいいかもしれません。そして、たとえ当選しなくても、宝くじを買って教育制度に貢献したといつも言えます。歯は、それは良い点です。少なくとも、正当な目的を支援することには安心感があります。それは本当です。もしかしたら、慰めの商品とかもらえるかもしれません。で、次の抽選の無料チケットや宝くじをしましたが、手に入れたのはこのお粗末な T シャツだけでした、と書かれた T シャツなどです。歯は、それは面白いでしょう。でもね、少なくとも私たちの努力に見せたいものがあるでしょう。絶対に。しかし、高い目標を掲げ、大勝利を期待しましょう。そうだね。そのチケットを買いに行って、みんなでやりましょう。運が良ければ、プライベートアイランドを購入できるほど勝つことができるかもしれません。はわ、私はあなたの考え方が好きです。やってみよう。よし、行こう。そして、私たちが次の大勝ち者としてニュースに載るかもしれません。はわ、それは馬鹿げているでしょう。でもね、あなたは決して知りません。楽しんで、何が起こるか見てみましょう。地元のカップルが宝くじで大当選し、仕事を辞めて世界を旅するという見出しはもう想像できます。はわ、それは素晴らしいでしょう。しかし、まだあまり夢中にならないようにしましょう。そうだね。でもね、ジャックポットを獲得できなくても、勝てばやろうと思うことを楽しみながら夢を見ることはできます。絶対に。それに、住宅ローンを完済して素敵な休暇を過ごせるかもしれません。それも素晴らしいでしょう。しかし、高い目標を掲げ、大勝利を期待しましょう。よし、チケットを買いに行って、どうなるか見てみよう。もし勝てなかったら、次はいつでもやり直せる。まさに。そして、もしかしたら私たちの運が変わって、次の大勝ち者になるかもしれません。はわ、そう願おう。しかし、たとえ勝てなくても、少なくとも可能性を夢見ていたのは楽しかったです。そうだね。そして、もしかしたら、宝くじの体験について友達に伝える面白い話になってしまうかもしれません。はは、それはいつでも可能です。しかし、前向きな姿勢を保ち、最善の結果を期待しましょう。まさか、私たちが運がいいかも。よし、チケットを買いに行って、どうなるか見てみよう。多分今日は私たちの幸運な日です。そう願っています。そして、もし私たちが大きな勝利を収めたら、そのお金をどのように使うかを考えなければなりません。計画を立てる必要があります。いつも話していたプライベートジェットを購入することから始めることができます。はは、そしてヨットと高級車もお忘れなく。もちろん違います。そして、ついに、いつも夢見ていた宇宙への旅に出ることができます。はい、また、お金の一部を慈善団体に寄付して、幸運を広めることもできます。それは素晴らしいアイデアです。また、その一部を投資して、二度とお金の心配をする必要がないようにすることもできるかもしれません。まさに。しかし、その前に、実際に宝くじに当選する必要があります。そう、自分より先に進まないようにしましょう。でもね、たとえ勝てなくても、少なくとも可能性を夢見て楽しかったよ。絶対に。そして、もしかしたら、もっと小さな商品が当たっても、まだ何かお祝いできることがあるかもしれません。豪華なディナーと素敵なワインを買うのに十分なお金みたいな。はわ、それも素晴らしいですね。よし、チケットを買いに行って、どうなるか見てみよう。多分今日は私たちの幸運な日です。やってみよう。もし勝てなかったとしても、少なくとも僕たちは可能性を夢見て楽しかったよ。その通りだ。そして、誰が知っている、多分私たちの夢は実現するでしょう。間違いなく。そうでない場合でも、少なくともいつでもやり直すことができます。それが精神です。そして次回は、そのお金をどうするかについて、さらにクレイジーなアイデアが浮かぶかもしれません。派は、それは確かです。もしかしたら、もっとワイルドな夢を見ることができるかもしれません。絶対に。そして、忘れないように、必ずすべてを書き留めておく必要があります。はい。また、ビジョンボードを作成して、モチベーションを維持し、目標に集中することもできます。それは素晴らしいアイデアです。そして、やりたいことや達成したいことをすべて写真に載せることができます。間違いなく。そして、巨大な現金の山を究極の目標として描くこともできます。はは、それは面白いアイデアです。でもね、お金のプールで泳ぐのが嫌いな人はいますか？それは本当です。しかし、とりあえずは、そのチケットを購入して何が起こるか見てみることに集中しましょう。そうだね。行こう。そして、たとえ勝てなくても、少なくとも可能性を夢見て楽しんだ。絶対に。そして、私たちの夢はいつか実現するかもしれません。いい感じがします。さあ、実現させましょう。ねえ、なんだと思う？宝くじに当選しました。本当に？それはすごい。どれくらい買ったの？これは大きなジャックポットです。私たちは$5000万を獲得しました。なんてこと、信じられない。私たちは金持ちです。はい、そうです。しかし、私たちはこのお金をすべて自分たちだけに留めたくありません。友達と幸せを分かち合いましょう。それは素晴らしいアイデアです。大きなパーティーを開いて、友達をみんな招待できます。そして、宝くじに当選したというニュースで彼らを驚かせることができます。彼らは私たちにとても幸せになるでしょう。そして、もしかしたら、賞金の一部を彼らと共有することもできるかもしれません。その通りだ。友達と一緒にラッキーソックス&パペットカンパニーを始めることもできます。アワは、その幸運な靴下と人形のアイデアを決して諦めないよね。いいえ、私は運と人形の力を信じています。そして、私たちの友達もそうすると思います。はは、じゃあパーティーの計画を立てましょう。幸運な靴下と人形の帝国が待っています。はい、やってみましょう。そして、大きな富には大きな責任が伴うことを忘れないでください。はは、私は知っています。でも今は、友達と一緒にお祝いしたり楽しんだりすることに集中しましょう。絶対に。これは史上最高のパーティーになるでしょう。ねえ、私たちが宝くじに当選した時のことを覚えていますか？もちろんするよ。それは私たちの人生で最高の瞬間の一つでした。とてもシュールでした。本当に勝ったなんて信じられなかった。友達全員に話して盛大なパーティーを開いたのを覚えてる？そうそう。それはとても楽しかったです。そして、みんな私たちにとても満足していました。そして、幸運な靴下と人形劇の会社を始めました。はは、それはあなたのクレイジーなアイデアでした。しかし、ねえ、それはかなりうまくいきました。運と操り人形の力は否定できない。はは、あなたの言う通りだと思います。でも時々、もし勝てなかったらどうなっていたのだろうと思うことがあります。まだお互いがあって、素晴らしい友情はあったでしょう。ああ、それはとても素敵です。そして、誰が知っていますか、多分私たちは成功して幸せになるための別の方法を見つけたでしょう。うん、そうだね。お金がすべてではない。その通りだ。そして、何があっても、クレイジーな旅を思い出させてくれる、ラッキーソックスとパペットをいつも持っています。はわ、それは本当です。そして、いつかまた宝くじに当選するかもしれません。はわ、何でも可能です。しかし、たとえそうしなくても、私たちは世界で最も幸運な人々であり続けるでしょう。私たちにはお互いがあるからです。ああ、それはとても素敵です。あなたはいつも何を言うべきか知っています。はわ、なんて言えばいいの？私は運がいい人です。ねえ、考えてた。宝くじをもう一枚買わないと。もう一つ。なぜ私たちはすでに一度宝くじに当選しました。わかってるけど雷は2度当たるよね。そうだと思います。しかし、ジャックポットをもう一つ獲得したらどうなるでしょうか。ああ、わからない。スコットランドでお城を買ったり、カリブ海のプライベートアイランドを買ったりできるかもしれません。あわわ、ラッキーソックス&パペットカンパニーはどうですか？まあ、拡張できます。もっとラッキーな靴下や人形が作れます。はわ、あなたはその考えを決して手放さないでしょうね。いいえ、決して。世界にはもっと運と人形が必要です。よし、その宝くじを買おう。でも、その運に再び対処できるかどうかはわかりません。はわ、心配しないでください。いつものように一緒に処理します。よし、やってみよう。もしかしたら、今回はもっと運がいいかもしれません。はい、そして、大規模なパーティーを開いて友達と一緒にお祝いする理由がもう一つあります。はわ、それは本当です。彼らは落雷が2度打ったなんて信じないだろう。彼らは私たちを地球上で最も幸運なカップルと呼び始めなければなりません。はわ、それについてはわかりません。しかし、一つだけ確かなことは、お互いにいられることはいつでも幸運だということです。ねえ、宝くじに当選してから友達から連絡あった？そうでもない。彼らはただ私たちにスペースを与えようとしているだけだと思います。ええ、それはおそらく良いアイデアです。このお金をどうするか考えるには少し時間が必要です。まだ信じられません。宝くじに当選しました。わかってる馬鹿げてる。考えてみれば、私たちはそのチケットをほとんど買わなかったのです。はわ、私たちはもう諦めて家に帰るところでした。しかし、それから何かが私たちにもう一度やってみるように言いました。やってくれてとても嬉しいです。そして、あなたは何を知っていますか？友達に運を分かち合うべきだと思う。運を分かち合う？どうやってやるの？宝くじを全部買います。そうすれば、もし彼らが勝っても、それが私たちのおかげだったことをいつまでも忘れないでしょう。はわ、それはかなり良いアイデアです。そして、誰が知っていますか？多分彼らは賞金を私たちと共有することさえあります。まさに。これは双方にメリットのある状況です。よし、やってみよう。私たちはこれまでで最も寛大な宝くじ当選者になります。はわ、そして私たちの友人にも最も愛されています。よし、店に行ってチケットを買おう。私たちの友達はとても驚くだろう。はい。そしてとてもラッキーです。ちょっと考えたんだ。もし友達がくれた宝くじで何も当選しなかったら？派は、それなら彼らは私たちの友情と幸運の雰囲気の贈り物に満足しさえすればいいのです。ええ、あなたの言う通りだと思います。しかし、宝くじをコントロールすることはできません。すべて運だけです。それは本当です。しかし、たとえ彼らが何も勝てなかったとしても、それでも重要なのは思考です。そうだね。それに、私たちはすでに大賞を受賞しています。私たちは寛大になる余裕があります。絶対に。友人や家族と共有するのに十分すぎるほどあります。私たちが宝くじの当選者だと分かった今、彼らが木坑から抜け出さないように願っています。派は、心配しないでください。幸運を分かち合う相手を慎重に選ぶだけでいいのです。良い点です。お金のためだけに私たちを好きになってくれる新しい親友がたくさんいてしまいたくありません。まさに。でもね、もし誰かが素晴らしいからといって私たちに100万ドルをくれたいなら、私たちはノーとは言わないでしょう。派は、あなたは決して知りません。多分私たちの運はこれからも続くでしょう。期待しています。しかし、たとえそうでなくても、私たちにはまだお互いと、たくさんのラッキーソックスや人形がいます。派は、それは本当です。何があっても、私たちは地球上で最も幸運なカップルです。ラッキーソックスといえば、もう洗ったことがありますか？いや、崩れるまで着ていこうと思います。はは、キモい。うち中が臭くなりますよ。ねえ、私のラッキーソックスには魔法の力があります。それを台無しにするわけにはいかない。よし、足にひどい感染症にかかっても私を責めないで。心配しないで、もし運が損なわれないなら、チームのために一つ取ります。さて、そろそろこのお金をどうするか考え始める時だと思います。ええ、おそらくファイナンシャルアドバイザーか何かを雇うべきでしょう。そして、もっと大きな家を探し始めるかもしれません。そして別荘。そして新しい車。そしてプライベートジェット。おっと、ゆっくりして。あまり夢中にならないようにしましょう。はは、ごめんなさい。私は大きな夢を見ずに入られません。大丈夫です。賞金をどうするかは世界中にいつでもあります。それまでの間、私たちは幸運で幸せであり続けます。絶対に。宝くじに当選するのは毎日ではないので、楽しんだ方がいいかもしれません。そして、それを愛する人たちと共有してください。そして多分何人かの見知らぬ人も。もしかしたら、運の革命が始まるかもしれません。派は、今となっては、なんとかなるでしょう。世界は間違いなくもっと運と幸せを使うことができるでしょう。合意。幸運な操り人形を一人ずつ実現させましょう。何をすべきか分かってるの？ベガスに行って、そこで運試しをしなくちゃ。派は、運を上げすぎたいのか分かりません。さあ、楽しいよ。ラッキーな服を着て、スロットを狙います。よし、でも賞金を全部失ったら、すぐに家に帰るよ。取引。しかし、私たちの運は持ちこたえる気がします。さて、他に何もなければ、楽しい時間を過ごし、素晴らしい話をいくつかお伝えします。まさに。そして、もしかしたら、大金を獲得して、愛する人たちと分かち合うお金がもっと増えるかもしれません。自分より先に進まないようにしましょう。でも、大きな夢を見るのはいつでもいいことです。夢といえば、賞金の分け前をどうするつもりですか？まず、新しいワードローブを買おうと思います。は、それは驚くべきことではありません。あなたはいつも素敵ですが、新しい衣装を着ているのを見るのは楽しいでしょう。それと、料理教室を1、2回受講しようと思います。友達や家族のためにおしゃれな料理を作る方法を学びたいです。それは素晴らしいアイデアです。また、幸運を祝うために大規模なディナーパーティーを開催することもできるかもしれません。はい、そして、すべてのラッキーソックスとパペットで飾ることができます。は大好きです。ゲストは私たちが頭がおかしいと思うでしょうが、それは大丈夫です。私たちはラッキーでクレイジーだし、それだけが重要なんだ。ねえ、クレイジーといえば、自分で運のポーションを作ろうとした時のことを覚えていますか？いや、もうそんなことはない。それは大惨事でした。ねえ、私たちはただクリエイティブになろうとしていただけです。そして、誰が知っていても、適切な材料を使っていればうまくいったかもしれません。適切な材料。ニンニクからオレンジジュースまで何でもその鍋で混ぜていました。ラッキーソックスとパペットを着るだけにとどめておくべきかもしれません。合意。でも、わかるでしょ？毎年、大当選の記念日に宝くじを買うという伝統を始めるべきだと思います。それは素晴らしいアイデアです。そして誰が知っている、多分落雷は2度落ちるでしょう。あるいは、すべての可能性を夢見て楽しい一日を過ごすこともできます。それにはいつもそれだけの価値があります。ほら、私たちは世界で最も幸運な人々だと感じています。なぜだ？私たちにはお互いにいて、感謝すべきことがたくさんあるからです。それはとても素敵です。そうですね。私たちは多くの点で幸運です。そして、それが本当に重要なことです。お金ではなく、私たちが分かち合う愛と幸せ。あなたはいつも何を言うべきか知っています。私はあなたを愛しています。私も愛してる、ラッキーレディ。いいねして購読してください。そして、私たちのチャンネルからもっと動画を見てください。